ニューオリンズ・サッチモ・サマーフェスト2010での富山、吉尾富山吉尾は日本のジャズトランペット奏者、日本ドゥイアームストロング協会会長、東京都港区出身、血液型は B 型。1944年、東京都港区に生まれる、早稲田大学経済学部入学直後に、ニューオリンズ・ジャズクラブに入部、ピアノと盤上奏者であり、 卒業後に結婚する稽古と出会う。1967年12月30日、夫婦でブラジルガンに乗り込み、ニューオリンズへジャズ武者修行の旅に出る。以後、通算5年にわたり、ニューオリンズでジャズを学び、ヨーロッパ、アメリカ各地を演奏旅行する。1975年、国内ライブ、コンサートをはじめ、海外ジャズ祭でも活躍する。 1983年の東京ディズニーランド開業から2006年まで東京ディズニーランドにパーリーバンドロイヤルストリート6として出演する。富山義雄はかすれ声のボーカルから日本のサッチモと呼ばれるようになった。1990年代にニューオリンズを再放した富山夫妻はニューオリンズが後輩しドラッグや銃がニューオリンズの若者を蝕んでいった光景にショックを 受ける。若い頃に、自和価値を受け入れてくれたニューオリンズに恩返しをすべく、1994年に、ルイー・アームストロング・ファウンデーション、日本支部を設立し、ルイー・アームストロングが、少年時代に収容された、少年院で音楽と出会ったことをヒントにして、銃に変えて、楽器を掲げ、ニューオリンズ市の子供たちに楽器をプレゼントする運動に、取り組み、この運動で2000、なお、 ルイ・アームストロング・ファウンデーション、日本支部は1998年に日本ルイ・アームストロング協会として開祖している。また、1995年8月7日発行後から、有敢富士にて、今、蘇るサッチもルイ・アームストロングを連載した。2005年のハリケーン・カトリーナ被災によるニューオーリンズ市の支援活動にも取り組んでおり、富山のもとには、 計千300万円の寄付金が集まった。このことからニューオリンズ氏名誉市民を授かっている。東日本大震災時にはニューオリンズ市からの恩返しともいえる被災地支援を受ける窓口を宮城音楽支援ネットワークと共に活動している。2012年、世界で活躍し、日本を発信する日本人の一人にジャズ音楽家として夫婦で選ばれ、 国家戦略大臣表彰を受けている。2017年10月に本ジャズ大賞、2018年1月文部科学大臣表彰を受けた。ジャズ奏者として、以外にも、追筆ジャズ評論の執筆活動の分野でも活躍し、また、ジャズ演奏を収めた1 6ト、mm、ルフィルムや、ジャズ奏世紀の貴重な資料のコレクターとしても知られる。2018年8月、ニューオリンズ 2019年4月に多くの社会的な貢献、音楽、文化、社会への貢献に対して第31回ミュージックペンクラブ音楽賞ポピュラー部門特別賞が贈られた。ニューオリンズサッチもサマーフェスト2012での富山、吉尾とデキシーランドセインツ1975年に結成されたバンド。一部、富山、吉尾とデキシーランドセインツの表記もある。富山、吉尾、 tp と富山慶子にて演奏したジャズの故郷にオリンズのサッチモジャズ祭サッチモサマーフェストに2003年依頼特別ゲストとして出演2018年8月4日ジャズ祭からスピリットオブサッチモアワード生涯功労賞が贈られたありがとうございます